はい、こんにちは、116インズです。12月頭に MLB のロックアウトが始まってもう3週間ほど経過しましたが、労使交渉の進展はほぼないと言ってもいい状況で、冬の楽しみでもあるストーブリーグがいつまた戻ってくるのか全くわからない状況となっているので忘れかけていましたが、コンオフは11月の段階からかなり FA 契約がまとまっていましたよね。ロックアウトを見越して選手やチームの動きが早かったとも言えますが、11月下旬なんかは毎日のように大型契約もまとまったりしていて、あの FA 市場の狂乱ぶりが本当に先月の出来事なのかと疑ってしまうほどです。で、先月契約した選手のうち、短縮シーズンの2020年は微妙な成績だったものの、2021年見事に復活を果たして好成績を残し、かなりいい契約をゲットできた選手も多かった印象があります。今回はそんな選手たちの鮮やかな復活をご紹介していこうかなと思っております。はい、まず1人目はホワイトソックスと3年総額2400万ドルで契約したケンドール・グレイブマン。リリーフとしてはなかなかいい契約を手に入れたグレイブマンなんですが、昨年の時点でまさかここまでやれるとは正直思っていませんでした。トミー・ジョン手術明けにマリナーズと契約したグレイブマンは、2020年は先発として開幕を迎えるも2先発で結果を残せず、また頸椎の良性腫瘍のせいで先発としてのキャリア続行も困難ともなってしまいました。ただリリーフであれば問題ないとのことで、昨年の終わりからリリーフに回っていましたが、マリナーズとたったの125万ドルで再契約した今季がフルシーズンブルペンで迎える初めての年。先発時代と比べて数マイル上昇した進化を武器に開幕から好投を続けまして、マリナーズでは30試合に登板し防御率 0.82と圧巻のパフォーマンスで、試合の中で最も厳しい場面を任されるピッチャーともなりました。その後7月末にグレイブマンはアストロズでトレードとなり、そこでは防御率の面では少し成績は落としてしまったものの、ライアン・プレスリーと共にアストロズブルペンを支える活躍でチームのリーグ優勝にも貢献。アストロズブルペンは夏の段階では不安の方が多かった印象ですが、グレイブマンの加入でだいぶそこも安定し、僅差のゲームもものにできるようになったのかなと。ホワイトソックスではヘンドリックスにつなぐセットアッパーとしての役割に期待がかかりますが、マリナーズやアストロズで見せた投球を今後もぜひ続けてほしいですね。2人目はジャイアンツと3年総額3600万ドルで再契約を結んだアンソニー・デスクラファーニー。デスクラファーニーは2019年にレッズで31先発、防御率 3.89、ウィンザーボールリプレイスメント 3.0 と好成績を残し、2020年の活躍次第では FA 市場でなかなかの契約も期待できそうなところではありましたが、9試合で防御率 7.22、9イニングあたりの被安打が11本、非ホームラン数も 1.9 本ととにかく打たれまくる散々な1年で、バウンスバックに期待したジャイアンツが1年600万ドルと安めの契約で獲得していた選手です。そして今季チームの思惑通り見事にバウンスバックしましたよね。打者有利な環境を抜け出して投手有利なオラクルパークに来た恩恵も間違いなく受けたでしょうが、ここ数年毎年9イニングあたり 1.6 本以上ホームランを浴びていたデスクラファーニも、今季は9イニングあたり1本ジャストまでペースが改善し、防御率 3.17 はキャリアベスト、ウィンザーボールプレイスメント 4.1 とオールスタークラスの活躍を見せまして、ジャイアンツの先発ローテーションを1年通して支えましたし、今季のジャイアンツの躍進を語る上でもデスクラファーニの存在は欠かせないでしょう。これだけ今季活躍し、またクオリファイングオファーも提示されなかったことから、3年総額4000万ドル以上の契約ももらえるかもなんて思っていましたが、想定していたよりも安い金額で契約を結んだのは、それだけサンフランシスコという環境を気に入っている証拠なのかもしれません。3人目はカージナルスと4年総額4400万ドルの契約を結んだスティーブン・マッツ。マッツは思っていたよりもめちゃくちゃいい契約ゲットしたなと個人的に考えていますし、2020年のピッチングを考えたらなおさらですね。成績面でエースという感じではないものの、毎年先発ローテーションで役割を果たしてきたマッツでしたが、昨年は9試合で防御率 9.68、 わずか30回3分の2で14本もホームランを浴びてしまうという、逆にどうやったらそうなるのか聞きたくもなるような投球内容で、またメッツもオフにカラスコの獲得ですとか、バウアー獲得戦線に参加していたこともあって、チームの構想から外れるような形でブルージェイズでトレード。前半戦こそ防御率 4.72、 さらにはコロナ感染で一時離脱したこともあったりと、昨年の不調をまだ引きずっている感じもありましたが、後半戦から調子がぐんと上がりましたね。ピート・ウォーカー投手コーチのもと、夏場以降速球のリリースポイントを少し修正したのが功を奏したのか、後半戦14先発は防御率 2.91 と好投。シーズントータルでも防御率 3.82 の内容で、カージナルスとの契約につなげることができました。マッツはホームランが多めな割にゴロ率も高めのピッチャーですので、ゴールドグラブ賞を5人も輩出したカージナルス鉄壁の守備陣とマッチしそうな気もしますし、来季も楽しみな存在ですね。
4人目はマーリンズと4年総額5300万ドルの契約を結んだアビサイル・ガルシア。ホワイトソックス時代の2017年にオールスターに選ばれた翌年に成績を落としてノンテンダーも、レイズで成績を戻し、昨年ブルワーズと2年契約を結んだガルシア。しかし移籍1年目の2020年は打撃面でキャリアワーストに近いシーズンで、53試合で打率2割3分8厘、特にパワーを全く発揮することができず、ホームランはわずか2本、OPS6 割5分9厘と苦しむ1年となってしまいました。昨年のブルワーズ打線はチームとしてかなり苦しかった印象がありますが、ガルシアもその例に漏れなかったと。調子が悪かった一因には打球関連の指標が軒並み悪化したことが大きく、ここを前ぐらいの水準に戻すことができれば成績も戻ってくるかなと思われていたところ、実際その通りになりましたね。以前のように強い打球をまた打てるようになりましたし、またフライの割合がキャリアでも最高の水準となったことでホームランも増加。29ホーマーはキャリアハイの成績で、昨年のスランプを払拭するとともに、マーリンズから期待以上の契約もゲットすることができました。マーリンズが期待する打線の中軸としての役割をしっかり果たしてほしいところですね。はい、最後の2人はまあ皆さんも今季の活躍に関してはよく知っているであろう、ブルージェイズでプレーした選手たちです。まずはマリナーズと5年契約を結んだロビー・レイ。レイの今季の変貌ぶりは野球選手版の劇的ビフォーアフターに出られるレベルだと個人的に思いますが、2020年は彼にとってはそれはそれはひどい年で、12試合で防御率 6.62、 さらにすごいのが予視球率で9イニング当たり 7.8 個もフォアボールを出すくらいコントロールも壊滅。もともとエースポテンシャルがありながらストライクを安定して投げるのに苦労していたレイの問題がさらに深刻化したようにも見える1年でしたよね。ただブルージェイズは彼に何かを見出したのか、すぐに彼と800万ドルで再契約し我々を驚かせましたが、結果的にこの判断は大正解。これまでよりも少しひねる動作を加えた新しい投球フォームへの修正によってコントロールが大幅に改善し、ブレイクイヤーを迎えたレイは32先発で AL トップとなる防御率 2.84、 193回3分の1でこちらもリーグトップの248奪三振も記録し、サイヤング賞にも輝きました。FA 市場で1億1500万ドルの大型契約も手に入れることができた本当に彼にとって最高の1年となりましたね。レイは近年マリナーズがピッチャーを相次いでブレイクさせている分析等のアプローチに興味を持ったそうで、それがマリナーズ入団にもつながったみたいなんですけれども、チームのスタッフの力も借りながら期待されているエースの姿をシアトルでもぜひぜひ見せてほしいです。いや本当に頼むわ。そしてもう一人、レンジャーズと7年総額1億7500万ドルの大型契約を結んだマーカス・セミエンも、また今季見事な復活を遂げてこの規模の契約につなげた選手ですよね。セミエンはアセチックス時代の2019年にホームラン33本、 OPS8 割9分2厘、ウィンザボリプレイスメント 8.4 の活躍で MVP 投票3位に入りまして、2020年オフの FA を前にいい流れに乗っていたはずなんですが、短縮シーズンで調整がうまくいかなかったのか、2020年は OPS6 割7分9厘と打撃面で失速。もともとバッティングでインパクトを残してきた選手でもなかったので、2019年の打撃はまぐれと見る声もありまして、 FA でもブルージェイズとの1年契約に落ち着くこととなってしまいました。ただ2019年の活躍がまぐれではなかったことを今季のセミエン見事に証明していました。ショートにビシェットがいるため、今季セカンドに移ったセミエンは162試合すべてに出場し、セカンドの選手としては MLB 史上最多となるホームラン45本、 OPS8 割7分3厘、ウィンザーボールリプレイスメント 7.3、 さらにはセカンドで初めてのゴールドグラブ賞にも輝く充実の1年で、3年間で2度目の MVP 投票トップ3入りも果たしました。本当は昨年のオフの段階で今回レンジャーズからもらったような長期契約結んでいることが彼にとって理想だったかもしれませんが、少し遠回りとはなったものの念願の大型契約、しかも31歳のシーズンからの7年契約ですからね。レンジャーズのセミエンに対する評価の高さも伺える契約となっています。レンジャーズはこのほかコーリー・シーガーとも10年契約を結びまして、セミエンとともに超豪華な二遊間を形成していくことになりましたが、現在再建中のチームをベテランらしい存在感でコンテンダーへと押し上げることができるのでしょうか。ということで見てきましたが、まあ2020年は苦しい1年だったかもしれませんが、見事に復活してその努力が報われるような契約がもらえてよかったですよね。それだけチームが期待を寄せていることの裏付けでもありますし、今回の6人の選手についてはぜひ来年も今季と同様、あるいはそれ以上のパフォーマンスに期待したいです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。